立花隆史、立花隆史、立花隆本名、立花の隆史1940年5月28日体は、日本のジャーナリストノンフィクション作家、評論家。知りたいという根源的欲求は人間にとって、性欲や食欲と並ぶ重要な本的欲求であると、位置づけ、その強い欲求が人類の文化を進歩させ科学を発達させた根源的動員と考える。 その類な基地的欲求を幅広い分野に及ばせているところから、地の巨人のニックネームをつ。1974年、月刊、文芸春秋に、田中角栄研究その金脈と人脈を発表し、田中角栄首相失脚のきっかけを作り、ジャーナリストとして、不動の地位を築く。政治、経済、生命、宇宙論まで、幅広い評論、執筆活動を続ける。 2007年暮れ、膀胱が癌の手術を受けるが、その好奇心はやむことなく、癌理看護も世界の最前線の研究者たちを取材し、癌の正体を根源的に見つめ直す活動を続けている。1940年、長崎県長崎市に生まれる。父は長崎の女学校教師で後に編集者を務め、母は、ハニモトコの信奉者で、クリスチャンの家庭。 戦前の右翼思想家、立花の幸三郎は、父のいとこにあたる。1942年、昭和17年、父が文部省職員として、北京の市範学校副校長となったため、一家で中華民国へ渡る。1946年、引上げで日本へ戻り、一時母方の茨城郡中西に住み、後に、父の郷里茨城県水戸市に移る。 茨城市販学校、茨城大学附属小学校、中学校を経て、1956年、昭和31年に、水戸一を千葉県に移ったため、東京都立上野高等学校への転入を経る。小学校時代から読書に熱中し、自らの読書編歴を記した文章を残している。また、中学時代は、陸上競技にも熱中。俳優の梅宮達夫、 モータージャーナリストの特大寺有恒は、中学時代の先輩であり、三人とも陸上競技選手だった。1959年、昭和34年、東京大学文科二類へ入学。在学中は、小説や詩を書き、イギリスで開かれた、原水爆禁止世界会議に参加。卒業論文は、フランスの哲学者、メーヌ・ドビラン。1964年、 昭和39年、東京大学フランス文学科卒業後、文芸春秋に入社。岩波書店と NHK の試験も受けたが、不合格だったという。入社後は、希望通り、週刊、文春に配属される。上司に、堤隆がいた。先輩記者の導きで、文学青年時代から、一点のフィクションを乱読して、多大な影響を受けるが、 最もやりたくないプロ野球の取材をさせられたことから2年後に文芸春秋を退職。1967年、昭和42年、東京大学文学部哲学科に学士入学。翌68年に東大紛争が勃発し、休校となる。東京大学休校中に文春時代の仲間の誘いで文筆活動に入りるポライターとして、 活動を開始する。総幹事の雑誌、諸君に、生物学革命、宇宙船地球号、石油などをテーマとして、ノンフィクションや評論を書く。1968年、立花隆のペンネームで、文芸春秋造刊号、すででのし上がった男たちを発表。諸君の初代編集長、田中健吾、後の文芸春秋編集長との交友が、後の、 学英研究につながる。1969年、文芸春秋や、週刊、文春に、六十年安保英雄の英語と悲惨、東大ゲバルと壁語録、この果てしなき断絶、実像、山本義高と秋田明大などを発表。1970年、東大紛争中の学費支払いをめぐり大学事務と衝突。東大哲学家を中退。 レポライターとしての収入だけでは生計を立てられないため数名の友人と資金を出し合い新宿ゴールデン街にバーガルガンチュアリッカをオープンさせたこのバーでは経営だけでなくバーテンダーとしてカウンターにも立ったが報道出版業界の知り合いが客として訪れるようになりそれなりに儲かったという編集者の河辺隆文や映像作家のブリスペドロレッティラも 客として通っていた。後に、ペドロレッティが、新宿ゴール限外をテーマにした、アブ、フェスクブドラを撮った際には、バーの店主として出演している。バーを経営していたのは1971年、前後だが、店自体は、現在も残っている。1972年、講段社の川辺隆文、後の週刊現代編集長の紹介で、 イスラエル政府の招待を受け2週間イスラエルに滞在。招待期間終了後は、自費で中東各地、地中海、英下海を中心としたヨーロッパ諸国を放浪する。放浪期間中に、偶然、テルアビブ事件が発生。東大紛争員を中断していたジャーナリスト活動を現地で再開した。1974年、昭和49年、文芸春秋に、 田中角栄研究その金脈と人脈を発表。田中金脈問題として大きな反響を呼び、田中角栄首相退陣のきっかけを作ったとされる。文芸春秋は、角栄批判から手を引くが、そのため、単行本は、講談社で出された、その後も発表場所を変え、折に触れてを、田中の問題を取り上げ、ロッキード事件で田中が逮捕された後は、 東京地裁での事件の後半を欠かさず傍聴し、一審判決まで、朝日ジャーナル誌に傍聴期を連載した。また同志上で、ロッキード裁判批判を切るを連載し、ターラ光太郎、渡辺翔一ら、田中角栄擁護論者を、イカサマ論法にして、無知と非難した。また、田中角栄研究所の金脈と人脈では、ロッキード事件の丸紅ル,ルート、全日空ルート、 これを、立花は、ロッキード事件から独立した、全日空義国であると論じているについても細な取材、記述を行っている。朝日ジャーナルでの担当者は、畜氏哲也。以後、畜氏の番組に出演するなど、講師共に信仰を持つ。なお、1984年には、田中角栄と私の9年間で第45回、文芸春秋読者賞を受賞した。 1976年、昭和51年には、文芸春秋に、日本共産党の研究を連載。これに対して、日本共産党側が、組織的な反立派なキャンペーンを展開して反論し、大論争に発展する。また、総合商社、農協、収穫、角丸、農詞問題など巨大な権力、組織の究明を行う。また、諸君。 時代に書いていたサイエンス関係のテーマにも手を広げ、1981年には中央公論に宇宙からの帰還を発表。平凡者アニマに連載された猿学の現在ノーベル賞受賞者利根川進との対談、精神と物質科学朝日に連載されたサイエンスなう電脳進化論脳を極めるなどのテーマを手掛ける。また、 NHK や TBS などにおいて、ドキュメンタリー番組制作にも携わり、連動した臨死体験などの著作もある。これらにより、1983年に菊池博史賞、1998年に芝良太郎賞をそれぞれ受賞。1995年、アニメ映画、耳をすませばで、主人公の父親役を演じた。同年、 東京大学先端科学技術研究センター客員教授に就任。1996年から1998年、東京大学教養学部で立花ゼミを主催。ゼミは2005年に再開され、現在も続いている。この時期にも画家、勝木康夫関連など様々な形で NHK など放送メディアに出演した。2002年12月25日に、 大きな大腸ポリープが S 字結腸に発見され切除するが、眼科を疑い自らを被写体として、健康状態の患者からポリープが発見され、切除、眼科どうかの病理検査、診断、告知までのドキュメンタリー番組の制作を NHK に提案。NHK 側も同意して撮影開始。この時、約束をしながら果たしていない約束が7つほどあることが判明。 簡単には死ねないと感じる。一番の大仕事は1998年から連載していた私の東大論を本にする仕事であった。1999年頃には長年連れ添った前妻が末期癌に侵され、彼女の胃癌で病院に同行を繰り返したりするが、一年間の闘病の末2000年に死去。この頃より癌への関心を深める。 2005年東京大学大学院総合文化研究科特任教授に就任。2007年東京大学大学院情報学監督任教授、立教大学大学院特任教授に就任。同年12月に膀胱癌の手術を受け、文芸春秋、2008年4月号に、主記、僕は癌を手術したを発表。2009年11月27日、 鳩山幸夫内閣の事業仕分けで大型研究プロジェクトに交付される特、教育研究経費が予算要求の縮減と判定されたのを受けて全国各地の国立研究所長らと共に東京大学で記者会見を開き民主党は日本を潰す気かと仕分け結果を非難した。資源小国の日本は科学技術による不可価値で生きていくしかないと指摘した上で 目の前で起きている出来事を見て、怒りに震えていると話した。作業風景の印象について、訳のわからない人たちが、訳のわからないことを論じていると表し、仕訳人を、バーバリアンと形容をした。ドキュメンタリー番組、旧友再会、NHK に、梅宮達夫と出演し、かつての住まい茨城県水戸市を訪問。2014年、読書の僕の深読み300冊の記録で、 第68回毎日出版文化賞書評賞受賞。2016年、竹光徹、音楽創造への旅で吉田秀和賞受賞。文庫版は版元や関数が初版定本と同一の場合は記述省略。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。